浜ふ頭上空まで120秒。高度20で通過。ふ頭入り口上空から降下。作戦を展開する。了解。バート、出口は任せたぞ。おう、逃げたウサギは任せときなって。頼むわ。課長、突入準備 OK よ。基盤を解除してまでの作戦内容は。新居浜ふ頭 N3 で行われている武器密売現場にいる証人を取り押さえてほしいと軍から要請があった。武器は軍が廃棄処分扱いにしたものが横流しされたものだそうだ。糸をつけて泳がさなくてもいいの？捜査対象になっていることが重要なのだ。捜査はこの男から記憶を抜き出し愛護関係を洗い出せ。なお現在の不当の状況だが、相当数の武装集団が侵入しているものと思われる。私と馬頭の2人でこれを石川にバックアップさせる。情報を入手次第解析に回せ。少佐なら問題ないでしょうが、あの不当は古いシステムを使ってます。逐次情報を流します。トグサは軍情報部をマーク。了解。斉藤は海上から少佐を支援。了解。カズ・ボーマは関連しそうな組織の洗い出しだ。了解。了解。お前たちが給料分も働いてこい。了解。軍も偉くなったもんだ。俺らに尻拭いさせるなんてな。貸しにしときましょう。荒牧だ。関係省庁に話はつけてやる。船が出る前に任務を遂行するんだ。了解。ジェームスン型の男は入出船監視船構内に向かったようだ。コンテナ船での逃亡も考えられる。出港までの時間はわずかだ。急げ。この先は多層倉庫内から行くしかない。入り口を探してみてくれ。部隊識別記録を確認。敵電脳内の認識情報を配置情報に投影できるように設定した。どこかで見たことがあるパターンだな。クレーンと少佐の擬態性能があれば先に進めろ。トランスファークレーンの侵入コードはエリア内の端末から入手できるはずだ。探してみてくれ。俺の他にも不当から衛星に接続してる奴がいる。おそらくスナイパーだ。対サイボーグ用の精密狙撃ライフルだ。
前にドイツの兵器ショーで見た。旧式だが、チタンの脳核も打ち抜ける物騒なもんだぜ。軍が試験採用した記録があった。出どころはおそらくそこだろう。高所にいるスナイパーを下から攻撃するのはリスクが大きすぎる。別の手を考えるんだ。記憶が消されていく。私の他にこいつの電脳にアクセスしている奴がいるのか。恒星防壁。覗き見してたのは誰？